話しますか？詳しい話聞きたいってどういうこと？俺が聞きたいんで。聞きたいかいって。ああ、そうだね。で、マイナーポイント、うん。母さんのやつは手続きしたのね。はい。それは携帯で手続きしたの。はだから和樹もい。やったやった。俺今日やった。昨日やっやった。た。昨日やった。できた？まあ、できたと思うよ。何に入れた？俺は楽天ペイ。楽天ペイに入れたんだ。だから楽天ポイントでもらえるはず。5000円分楽天は。分。それ3日以上かかるらしいからって書いてあったでしょ？きっと。3日以上っていうか、あ、何？いや、決済して25%手に入るみたいな。決済して25%？だから2万円分購入してやっと5000ポイント手に入るみたいな。物によって違えんだよ、あれ。入れるやつによって。キタカだったり、楽天ポイントだったり、JR ポイントだったり、D ポイントだったり。母さん何入れたの？母さんは7個に入れた。母さんのやつは7個だったら3日後に入るんだ。そう、3日後にだそうでポイントす。7入るってした。はい。決済っていうか、その入れるポイントのやつによって、払われる方法が変わってきます。5000ポイントの方は、第1弾の方は、そうなってます。で、瞳の方は1万5000円っていうのはどうしてっていうのを聞いてきたよね。それ公的基金の口座と健康保険のやつの口座じゃなくて、登録で7500で1万5000なの。そう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 。じゃあ瞳それはで。その決済させる時の端末がねえから、5000分入れる方のなんか登録先がないからやれてないってこと？もう受け取ってたってこと？それをね、お父さんには、もう渡してたのわし。あ、そうなんだ。登録かけちゃったのさ。はい。で、母さんの分も5000円、父さんかけたいって言われたんだけど、母さんのはダメだって言われたんだって。この5000円は。で、今回、その5000円誰にダメを、だって言われたの？誰にダメだ。市役所に。役所関係じゃないか。だそうです。で、お母さんのは、母さんのは、この携帯で手続きした時に、5000円、第1弾と第2弾のがあって、それが全部できますよって言われて、登録したような感じ。まあ、話聞いての通り、第1弾をもうすでにやっちゃってる人は、やはり今回第1弾分は手に入んなくて、第2弾から始めるっていう人は2万円手に入るって話です。はい。マイナンバーカードを、簡単でしたよね。やりました。自分でやりました？母さん、友達と言ってもらった。ああ、まあ、簡単なんで、マイナン簡バー単だカーと。ドを用意して、スマートフォン用意マイすれナンば、バーカード。簡単にできるんで、こだけれ。ど、マイナーカードを手続きしてない人が多いから、そうですね。これを作ってから、やります。こうやってスマートフォンに読み込んで、番号を入れてって感じで。マイナーカードを作るのに1ヶ月かかるって話かな、今。だけど、そのマイナーカードを作る期間がじゃなくて、この第2弾の制度が今月いっぱいだったっけ、確か。セール？今月、制度っていうか、その2弾、第2弾の7500円、7500円の
15,000円の制度が今月いっぱいって話をちらっと聞いたんだけど、それが伸びたって話だったさ。いや伸びたって話だね。うん、だから今からマイナーカーマンナンバーカードを作っても間に合うよって話してたよ。うん、多分第3弾も多分来るんじゃない？第3弾来るかな。いやだってこれは国として浸透してほしいものですから。あ、マイナンバーカード、じゃあ役所の人に、うん、母さん聞いて、役所の人に、何、第3弾は来ますかねって言ったんだよね。うん、いやどうでしょう。いやだから第3弾が今回の目的としてはマイナンバーカードっていうのを作ってもらうっていうのが第1弾でした。で、マイナンバーカードを作ってもらっただけじゃ今回役に立たなかったです。何に役に立たなかったか、10万円給付とかそういういう国からもらお金をもらうときにわざわざ僕たちは口座のやつを紙に書いて提出、封筒に送って提出してました。はい、それをなくすためにマイナンバーカードで口座を紐付けするために国としてやってもらえていいってことで、今回やらせてくれるために7500ポイントを皆さんに配ります。かつ健康保険証としても使えるような役割を果たすっていう意味合いでも今回これを手続きさせますっていう話です。ってことは第3弾は別の、あの市民にとって便利でかつ国にとっても便利な何かしらのシステムが出来上がった時に起きるんじゃないでしょうか。あとそれかこの第2弾が浸透しなさすぎたら第1弾の今回復刻ではないけどその続けてやらせたように第3弾目にこの何口座の紐付けとかあの健康保険とかのやつをやらせるっていう目論みはあると思います。ああ、かもしれない。はい、だから新しい新サービスに期待と、うん、第3弾は第2弾で多分俺言ったけど第1弾の時にいろんな数名3人ぐらい聞いて知らないっていう人が多かったです。多かったです、知らないって言ったんですよ。で第2弾ので切って やっと職場の人たちが数名知ってたっていうレベルでした。だからで今日友達と遊んだんだけどその人に聞いても知らないって言ってたんで、だから知ってる人と知らない人っているとかそんな浸透しないっていう問題があるんで、多分第3弾も第3弾やるのか期間を延ばすのか知りませんけど、まあ、何かしら策を講じるんじゃないでしょうか。っていうかさ、はい、テレビでもさすごく言ってたのね。あ、言ってたんだ。俺テレビ見ないか知らんけど、テレビ見ない人って結構いると思うんだわ、やっぱり今の若い者ってさ、うん、だからそういう面でやっぱり行き渡らない部分ってあるのかなってちょっと思ったな。まあ、あるかもね。うん、僕は何で知ったかっていうと、うん、あれ投資関係やってるって言ったじゃないですか。で投資関係のサイトでそのマイナーポイントを同行して投資に生かすみたいなこともできるんで、それのなんか説明みたいな広告みたいので知りました。あれですね、例えば、まあ、それは広告は別なんですけど楽天ポイント化して楽天ポイントを投資のやつに回したりとかってできるんで、まあ、そういうあれですじゃないですか。だから、まあ、知り得る人と知り得ない人では結構差がやっぱ SNS で何を見てるかとかで変わってくるんじゃないですか。うん、はい、これチャージできるものしかできないもんね、やっぱりね。はい、チャージできるもので、言い方おかしいけど現金カードみたいな感じ。いや、まあそうだね。クレジットカード、楽天クレジットカードとかもそうじゃない。うん、だから、ペイペイとか、うん、ああいうのもできるんでしょ。うん、できるね。うん、まあ、いいポイントだ。まあ、貧乏人からしたらありがたいですよね。ありがたい。本当だわ。いや確認しないといけないっていうかもしれない。今の時代何でもスマホとかで確認できるのに母さんはわざわざ何かで確認するんですよ。そうですね、セブンイレブン来ますね。ああ、セブンイレブンの7個ってモバイル化してないの？モバイル？
スマホでできるようになってないの今。できるようになってるんじゃないなかってな。るよたね、ださそすれがに。登録ってないんだけど、母さんは。さすがになってるよね。なってる。携帯でそうだ。だいたいだってもうさ、ポイントカードとかもみんなさ、スマホで提示してくるの多いやん。で、便利だもん、スマホで人だってカード何枚もさ、こんなカードケースに入れて持っ重くてなってるく。からね。だけどついつい出したらね、その携帯出すよりカードの方が あ、そそうなのかう。さ。へえ。なんだろうな、いや、多財分布そういう人いると思う。携帯でも登録してるんだけどカード出しちゃう人って多分いるかもしれない。そう、D ポイントは特にそうだね。アナログの人はそうかもしれない。楽天は携帯に入れてるのに、カード使ってないのに、カードを携帯にあげちゃったのか。寒い、そっち。いや、なんか涼しくなってきたよ。やっと秋が来ますね。台風どうだった？いや、まあ、俺はそんなに被害を受けてないけど。千葉のどこだかっていうどこだかが結構あれだったって話でテレビでやってて。